トルデシリアス、トルデシリアスは、スペインカスティーリアイレオン州、バリアドリッド県のムニシピオ、基礎自治体。バリアドリッド県の県とバリアドリッドの南西 25km に、ある。トゥエロ川沿岸にあるが、川口からトルデシリアスまで航行することはできない。トルデシリアスからは5方向に、高速道、4車線が伸びており、南東へ 182km 地点に、マドリード、 南西9 6トル地点にはサラマンカがある。県とバリアドリッドとも高速道でつながっている。鉄道路線はサラマンカ、オーレンセ、マドリード、バリアドリッドとつながる。経済はサービス業、特に観光業、周辺地域で取れる農産物が基盤となっている。トルデシリアスには良質なサービスの受けられるパラドールやペンションがある。キャンプ場もある。 レストランも多い。町の北部には、肥沃な谷が広がる。シエリアスの丘の上に、ローマ人の居住地、トゥリスシ・トュラエが建設された。この場所は、レコンキスタの時代には、ドゥエロ川流域の防御線上の防御物となった。1262年、アルフォンソ剣王は、トルデシエリアスに、フェロ、特権を授けた。1325年に、アルフォンソ11世が、 宮殿建設を決めてから、町は、王族と貴族がこぞって住む地となった。このために、15世紀の間、数度のコルテスが開催され続ける伝統が生まれた。エンリケ4世と貴族の小勢理愛の間、トルデシリアスは王権を支持した。1476年に、カトリック領王とフアナラベルトラネー派の衝突が起きた、時も同様であった。1494年、 カトリック両王が唱えたトルデシリアス条約がここで締結された。これは新大陸でのスペインイコールポルトガル間の国境線を確定したものである。王権を支持してきた伝統にもかかわらず、コムネロスの反乱ではコムネロス側についた。指導者たちがサンタクララ修道院に遊兵されているフアナ女王の仲裁を頼みに町を訪れたのである。 最終的に、アロハク率いる王軍がトルデシリアスを攻略した。トルデシリアスは、経済発展で、決定的な要素とみなされる、通商路の交差点にあったが、王軍による攻略が長い衰退の始まりを、決定づけた。サンタクララ修道院は1344年に、アルフォンソ11世が建てた宮殿を元としている。彼の着手ペドロ1世は宮殿を美しくして、 1363年に王妃マリアデ・パディーリャが産んだ娘たちのうち二人へ得た。二人の王女たちは宮殿を修道院にしたが、王家の宮殿としての役割を保ち続けた。1353年、ペドロ一世の最初の王妃ブランカデボルボーンは、当時愛称であったマリアデ・パディーリャを熱愛するペドロ一世によって捨てられた後、ここに預けられていたことがある。 サンタクララ修道院は、カトリック両王の長女で精神のバランスを崩した女王フアナと共にあった。1504年、フアナは母イサベル一世の後を継いでカスティーリャ女王となったが、1506年に夫フェリッペ一世に先立たれてから彼女は死ぬまで修道院の一角に預けられていた。1509年から亡くなる1555年まで、フアナは、 修道院内に閉じ込められていたが、フアナの部屋がどこかは分かっていない。一つの部屋に、フアナの小さなクラビコードが保存されている。1517年に、スペインへ到着した、フアナの長男カルロス一世は、トルデシリアスの母、フアナの元を訪れた。9月、カルロスは、アステリアス沿岸に上陸し、6週間かけて、側近を引き連れ、トルデシリアスへ到着した。少なくとも、 理論上、フアナが女王であることは事実であった。彼女の死まで、その存在は少なくとも、カルロスを不安にさせていたからであ。ユステ修道院において、彼の大臣たちは、1556年に、カルロスが退位した際、未だ、フアナの門に服して、国位をまとっていたのである。ペドロ一世のムデハル職人らは、彼らが、セビリアのアルカサルで行った仕事と同様、 さらに小さなサンタクララ修道院に魔法のような美を残した。ファサード、可愛らしい、小さなパティオ、中庭、礼拝堂、浴場が修道院に併設されたペドロ一世の宮殿に残っている。特に優れたムデハルの戸口を持つ、かつての出入り口は現在塗り込められている。プラサマヨールは17世紀に建てられたポルチコに囲まれている。 近接するサンタマリア教会は16世紀から18世紀に建てられた。教会内には記念的なバロック様式再起保管室がある。他にサンフアン教会、サン・アントリーン教会、サン・ペドロイ・サンティアゴ教会がある。その他にカルメロ修道院とサンフランシスコ修道院がある。どっしりとしたサン・アントリーン教会は15世紀の建築であり、現在は内部が 宗教芸術を収めた美術館となっている。広い教会には単独の本堂がある。最も顕著なものは、壮麗なアルデレテ礼拝堂で、サンティアゴ騎士団の司令官であったペドロ・アルデレテの絶好でできた墓が含まれている。中世から行われているトルデシリアスの祝祭は、スペインで最も知られた祝祭の一つである。トルデシリアスの祝祭は、ペーニャの聖母を称え、 9月の第2週に開催される。祝祭のメインは木曜日で有名なラベーガの闘牛が行われる。闘牛は橋を渡って走るようにけしかけられ、そこで人々が牛に槍を投げる。中世のやり方での槍は33センチメートルの長さがあり、先端が尖っている。これは牛のどの部分も狙っていいことになっている。橋を渡る前に、 牛は槍でのみ傷つけていいことになっている。川の対岸では牛が致命傷を負わされてもいいことになっている。馬に乗った者と歩行者らは槍で武装し、牛を待ち受け、牛を殺すまでは立ち止まってはいけないのだ。牛はその後死んでしまう。常に立ち待ち死ぬとは限らない。ある時には牛は目を人差しされても一時間持ちこたえた。この行事は、 トルデシラス市議会によって制定された規則に従って行われる。これは動物が非制限区域外に到達する前に殺すことを禁止し、どのような自動車もバイクの使用も禁止している。市議会は勝者に金メダルと鉄在庫の槍を与えて讃える。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。